龍谷大学吹奏楽部のファンファーレが高らかに響き渡りました京都競馬場。第11レースジャパンオータムインターナショナル第48回エリザベス女王杯 G1 3歳以上オープン芝の2200m 15頭で争われます。正面スタンド右手枠入りが始まっています。芝コースは寮の発表、上空は曇り空、まだゲートの中には一頭も収まっていません。さあまず向かうのはどの馬か。ゲートの後ろで各馬まだ輪乗りの中、今年は15頭、4年ぶりに京都競馬場で行われますエリザベス女王杯。5番の伊豆城の奇跡がまず収まりました。7番ジェラルディーナ、9番アートハウス、続いて1番のブレイディベーグ、今馬体を収めました。奇数番号の各馬の枠入りが進んでいます。さあ続いて偶数番号の各馬、12番のゴールドエクリプス、4番ローゼライト、8番新緑川ゲートの中、2番ルージュエヴァイユが向かいます。6番ディビーナ。さあ枠入りが順調に進んでいって、最後15番のビッグリボンです。15番ゲート促されてビッグリボンゲートの中収まりました。係員離れて体制完了、スタートしました。おっとジェラルディーナが遅れました、最後方です。さあ先行争い、まずは好スタート、9番のアートハウスが出ていきました。そしてその後ろから4番ローゼライト、外から12番ゴールドエクリプス、さらに内からは3番のハーパーも先段へ、内5番手が1番のブレイディベーグ、その14番マリア・エレーナ、間から8番の新緑化、その直後2番のルージュ・エヴァイユ、11番ライラック、その外に並んでいった7番ジェラルディーナ、その後ろから6番ディビーナの追走、ディビーナ今日は後方1コーナーのカーブです。花に立ったのは9番アートハウス、リードは1馬身半、4番ローズライトが2番手、3番手3馬身差、3番のハーパー、それに外からじわっと接近、12番ゴールドエクリプス、1馬身5番手に1番のブレイディベーグ、それに1馬身差、差を詰めて14番のマリア・エレーナ、1馬身外に7番ジェラルディーナ、向こう正面です、内並ぶ2番のルージュ・エヴァイユ、1馬身半差8番新緑化、その直後に6番ディビーナ、中段やや後ろ、内から10番ククナ、すっと上がって2頭の後ろ11番ライラック、その後は1馬身差、内から5番の伊豆城の奇跡、1000m は60秒1で通過しています。そして後方2番手5番の伊豆城の奇跡をかわして13番のサリエラ、最後方わずかに遅れて15番のビッグリボンです。外回りコースに入っていきます。後続に2馬身のリードをつけて9番アートハウス、差を詰めて4番ローゼライト、坂を登っていきます。あとは4馬身ぐらい離れて3番ハーパー、頂上から下って残り800を通過、外並ぶ12番のゴールドエクリプスが続いて4コーナーのカーブにこれから向かっていきます。あとは14番のマリア・エレーナ、内から1番ブレイディベーグ、7番のジェラルディーナ、600を通過、坂を下り切って4コーナーカーブ、さあ先頭9番アートハウス、リードは1馬身半、2番手4番ローゼライト、その後にゴールドエクリプス、3番ハーパーワースのうち、4コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭9番アートハウス、リードを2馬身保っているローゼライトが内、それを追って1番のブレイディベーグが追ってくる、さらにその下からは3番のハーパー、200を通過して先頭9番のアートハウス、さあ迫る1番のブレイディベーグ、一気に突き抜けた、その内から2番のルージュエヴァイユ、そしてハーパー3番で争い、先頭1番ブレイディベーグゴールイン、1番のブレイディベーグ人気に応えて G1 初制覇、鮮やかな切れ味、末脚一線各馬を差し切りました。1番のブレイディベーグ見事 G1 初制覇、今日がデビューから5戦目、5戦目でついに頂点、鞍上はクリストフルメール騎手、今日これが5つ目の勝ち鞍です。2番手争いは2番のルージュエヴァイユと外3番のハーパー、この2頭の2着3着争いは内2番のルージュエヴァイユ、これが2番手、3番手が3番のハーパーです。それに迫った11番ライラックが4番手、7番ジェラルディーナは5番手の入線です。
京都競馬第11競走第48回エリザベス女王杯 G1 勝ち時計2分12秒6上がり4ハロン46秒9、3ハロン35秒1でした。3歳馬今日が5戦目でした。